大丈夫ですね。時間差があったみたいに時間も押しておりますので、今回の羽生先生の肩書きは省略させていただきます。申し訳ございません。前回はロシアがウクライナに侵攻した時にお話を伺ってとても分かりやすく皆さんにも私向けぶりをだいぶした記憶がございますけれども、今回またここに書いてありますように台湾の侵攻の問題、中国の台湾ビビリとかいろんなことがありまして、またその辺の問題も私たち自身がどうしていったら一番いいことになるのかということを考えたいと思って今回の企画をいたしました。で今日は IWJ の松本さんが、なんて言うんだっけ、そういうの生配信をしていただきます。皆様どうぞお家で、楽しんでるっていうかお勉強してくださる方もいらっしゃると思いますが、どうぞ最後までしっかりお付き合いください。そして質問時間ちょっとしか多分ならないと思いますけど、一応2つ3つ受け付けたいと思いますので、皆様も心してあんまり長くならないように、考えてていただければありがたいと思います。それでは早速先生ご紹介いたします。どうぞ羽生久美子先生です。先生にあげるのね、ごめんなさい、失礼します。はい、皆さんこんばんは。いつもお世話になっております、前回のロシアとウクライナの戦争の時にも来てくださった方も多いかと思いますけれども、どうもありがとうございます。で今回は、今年が日中国交正常化の50周年、それから沖縄の復帰の50周年、そして、今ちょうど、中国共産党の第20回党大会が終わったということで、それらも踏まえて、東アジアの国際関係についてお話をしたいと思っております。私は神奈川大学教授で青山学院大学の名誉教授、これ見えますかね、消していただいた方がいいかもしれない、落としますので、はい、いいでしょうか。はい、はい、これぐらいの方が見やすいですね。はい、はい、で今世界国際関係学会のアジア太平洋の会長も拝命しております。日本学術会議の元会員ということで今いろいろ問題にもなっているものなんですけれども、タイトルが東アジアの平和のため我々は何をなすべきか、そして特に今、中国そして台湾が非常に不安定化している中で、中国とは戦争をしないんだということをそれがいかに重要かという話を本日はさせていただきたいと思います。で特にその際に、政府に頼っていかにその平和を作ってほしいかといってもなかなか実現はならないので、市民とか自治体とか、そして最近は私沖縄を平和のハブにということで、ここに玉木さんの写真も入れさせていただいているんですけれども、玉木沖縄知事とかそれから沖縄の市民の方々とともに今沖縄がもう最前線になっているんだけれども、決して中国と戦争しないんだということで非常に頑張られているということもあって、それも合わせてお話をさせていただきたいと思います。でまず最初に、次のページお願いします。はい、これが付け加えたことで皆様のお手元にはないんですけれども吉田さん、岸本さんのご当選おめでとうございますということです。本当にこれはまさに市民の皆さんが力を尽くした結果行われたことだと思いますし、私も杉並区民として、杉並区の市民の力っていうのがいかに素晴らしいかっていうことを痛感しました。
まあ、ご存知のように吉田晴美さんは石原伸晃さんという、まあ、自民党の大臣も歴任し、将来は首相になるかというようなことも言われている方を落として、当選されまして、今衆議院で非常に活躍されています。そして、つい最近、これも大変感動しましたけれども、岸本さと子さんが、田中、現在の、ま、これまでの区長を抑えて、ま、187票という僅差で当選されて、まさにこれは皆さん市民の力であったと思います。全国でも非常に注目を浴びた、2つ続けての選挙で、これは本当に杉並区の市民の方々の力がものすごいものなんだなということを痛感、させられたと思います。で、このように私、杉並区民としても今回市民の力っていうのを非常に感じたんですけれども、それとともに今、政府がなかなか動かない中で、さまざまな地域の方々が本当に地域として自治体として活躍されているのを目の当たりにしてきました。で、特にこの間中国とは戦争しないということで、その背景をご説明する中で各自治体の方々がとても呼んでくださったんですね。例えば書いているように横浜から始まって、石川県、それから長崎、福岡、沖縄に呼ばれて、特に九州の方々はもう沖縄と一緒になって、日本が戦争しないために九州頑張るんだっていうことを長崎や福岡の方が言ってくださいました。で、その意味では本当に地域こそが、市民こそが社会を変革する原動力なんだということをこの間非常に痛感してまいりました。まさにその杉並区もその先頭に立っていたことと思います。で、まあ、杉並でお二人の、それも女性が最前線で頑張っていらっしゃるということで、まあ、市民のために、子どもたちのために、そして高齢者の方々のために、さらには、杉並は本当に緑が多い地域でありますけれども、緑を大切にして、まあ、平和を守っていく、その最前線に地域と市民と、まあ、若者たちや、などが今後活躍していくことが日本を戦争に巻き込まない最大の、保障なのではないかなと思いまして、これを付け加えさせていただきました。次お願いします。今ご存知のように世界中が不安定化しています。で、そうした中で私たちはどう生きるかということを、最初にちょっと3、4点申し上げたいと思います。前回お話をしましたウクライナ戦争については、今ロシアが劣勢というふうに言われていますが、これらがそのロシアが完全にウクライナから撤退して、ウクライナを、まあ、完全に解放するまで戦うんだというような中で、この間何万人も一般市民が亡くなっているんですね。ウクライナの公式見解でも、ウクライナで1万5000人の人たちが、死傷者含めて亡くなったり、傷つけられたりする。で、負傷者といっても戦争時の負傷者っていうのは本当に腕がちぎれたり足がなくなったりっていうような、もう非常に悲惨な状況でありますから、そうした状況がウクライナで1万5000人、そしてロシアでは、9万人近い人たちが亡くなったり体を壊したりしていると言われています。で、その中のほとんどが若者たちなんですね。ですからまだこの半年間で、まあ、8ヶ月間で数万人の人たち、合わせて10万人を超えるような若者たちが戦争で亡くなっている時に、完全に解放するまでというようなゼレンスキーのスローガンは果たして正しいのでしょうか。今こそ停戦を可能な限り早く進めて、1日に100人、200人が死んでいるというような状況の中で、死者を止め
そしてその上で交渉していくということをできる限り早くしていかなければなりません。それから2つ目は、そのウクライナ戦争が長引けば長引くほど東アジアの戦争の危機は高まるということです。新聞でも煽られているように、ウクライナにロシアが侵攻したということは、中国が台湾に侵攻すると同じことだと、そしてそれが始まりつつあるんだということで、連日大手の一般紙も含めて中国批判が高まっています。でそうした中で、果たして私たちは防衛費を2倍にし、さらにはミサイルを沖縄や本土に配備して戦争準備をするべきでしょうか。今申し上げたように、はい、すいません、東アジアで戦争をさせない、そして私たちは東アジアでこれ以上緊張を高めないということが極めて大事だと思います。でそれを準備するように、3番目ですけれども、会見 の、 可能性をすでに先日 の、 総選挙の結果の1日目に岸田総理大臣は会見と防衛費 2% ということを言っていきました。日本は現在の段階で軍事費世界の第5位ぐらいなんですね。でこれを 2% 2倍に上げますと、あっという間に3位にまで躍り出てしまう。つまり米中日になってしまって、本当に憲法9条が形骸化し、そして中国に対してその防衛費や会見の問題を整備していくということは、東アジアの戦争準備を日本そのものが始めていくということにつながっていきます。ぜひこれを止めて、武器ではなくてコロナで苦しんでいる人たちの医療を、あるいはこの間非常に格差が広がって貧困者が拡大していると言われますが、貧困者の救済などに、その保障のために、国民の血税を使うべきであると思います。そしてこれらを実行していくのに、これまで私たちは政府に非常に頼んできましたが、なかなかそれが現実化しない。むしろ今言いましたように、防衛費を2倍にし、憲法を改憲し、そして近隣国に対して戦争を準備するというようなことがなされている中で、誰がでは戦争を止められるのかと考えると、この間の杉並区の市民の行動にも象徴されるように、市民であり地域の人たちであるということだと思うんですね。なぜならば地域の人たちが一番その地域に根付き、さらには福岡や沖縄に行った時に痛感したことですけれども、我々は東京よりも釜山とか、あるいは中国の上海の方が近い。その人たちと仲良くすることが自分たちの生活を守ることなんだということも言われていました。まさに市民一人一人が自分たちの近くにいる近隣国と仲良くしていくということが最も平和への近道なんだと思います。そしてその戦争を間近ということを政府やメディアが煽る中で、コロナが今第8波に入ろうとしています。コロナや経済不振で苦しむ市民たちを守るためにも、やはり各地域の市民が立ち上がる必要があるのではないかと思います。次お願いします。こうした中で、私は国際政治学者ですけれども、なぜアメリカと中国、あるいは中国と日本がこれだけ対立し緊張しているのかというところを考えたときに、中国がアメリカを抜いて経済で世界一になるということが今言われている。でそれが結果的に緊張を招いているということなのだと思います。これは講談社の、オンラインに書いた私の論文ですけれども、
中国がアメリカを抜いて経済で世界一になる前に日本が取るべき路線として、まあ、経済はアジア、政治はアメリカというふうに分けました。今ちょっと今度トランプがなったりすると政治もアメリカじゃまずいんじゃないかという気もしますけれども、重要なのは経済がアジアということですね。アメリカそして日本政府は中国との対立を煽って中国との経済関係や例えばファーウェイや中国の製品も購入しないようにというような圧力もかけています。でも興味深いことに経団連や経済界も含めていやそういうことはしないと政府の要求に従ってではなくて我々は経済の面ではアジアと結ぶということを、表明しています。でこれは驚くべきことでもあり現実的なことでもあるんですけれども、今日本の経済の貿易の4分の1は中国との関係であるということをご存知でしたでしょうか。日本の貿易の4分の1が、リンゴの4分の1が中国との貿易ということで考えると政府やアメリカが中国との貿易を減らしなさい、むしろアメリカや他の国と、に拡大しなさいということを言うことによって日本経済今逼迫している日本経済がさらに悪化することは目に見えています。でだからこそ経団連もそれから、ロシアのサハリン2とかサハリン1もそうですけれども、三井物産や三菱商事までロシアの石油は買い続けるっていうことを言ってるんですね。でこれはアメリカにとっては非常に忠実ではないことかもしれないんですけれども、欧州がロシアの石油を拒否してひょっとしたらこの冬乗り切れないかもしれない、非常に寒い冬をどうやって市民が乗り切っていくのかということが喫緊の課題として問われています。でそういうところで考えると私たちが生きていくためにも近隣国と経済を維持するということは絶対に必要なことなんですね。でこれらも含めてもう一度考え直す必要があると思います。最初にも言いましたように今年は日中国交正常化の50周年沖縄復帰の50周年そして、中国共産党大会の20周年ということなんですけどその際の一番重要なスローガンは平和ということだと思います。戦争しない平和を守るということです。で、この間特に私は沖縄をアジアの平和のハブにということを言って、週刊金曜日にも掲載され、そのテーマで沖縄や九州やそれから各地で呼ばれまた衆議院議員会館でも何度も呼ばれてつい先週は、CCTV という中国の中央テレビにも呼ばれて来たんですけれどもやっぱりこれは日本国民だけではなくて中国も韓国もこのままではいけないと思っているんですね。ちょうどまたあさっても私日中韓の人たちと一緒に、どのような形で歴史を考え将来の平和を考えるかというところにも読んでいただいているんですけれども、特徴的なことは今日本国民だけではなくて中国や韓国もこのままでは東アジアが危ないと思っていることをぜひ認識していただきたいと思います。次お願いします。でその背景にはコロナの問題もあります。ご存知でしょうか。コロナ禍というのは一体どこに一番被害を与えたかご存知ですか。なかなかテレビでは報道されないんですけどトップ5あるいはトップ10という国々は先進国でしょうか後発国でしょうか。どうお考えになられますか。はい、トップは実はアメリカなんですね。一番世界でコロナの影響が大きいのは感染もそして死者もアメリカです。死者はすでにアメリカで108万人を数えていますが
第二次世界大戦のアメリカの死者っていうのは50万もいなかったんですね。そうすると第二次世界大戦の死者の2倍以上がコロナで亡くなっているということを意味します。また、トップ10位までのかなりの部分がイギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、名だたるヨーロッパの先進国が全部トップ10に入っている。まあ、だからこそトランプなどはこのコロナは武漢 の, ウイルスだっていうことを言われたんですけれども、山中さん、ノーベル賞を取られた山中さんなどは多分これはアジアないしはアフリカ起源 の, ウイルスだ、だから、歴史的にそういう起源を持っていると私たちの体の中に抗体があって、なのでアフリカに広がったら大変なことだと最初20年には世界中が震撼したんですが、今アフリカは世界で最もコロナの影響が少ない地域なんですね。これとても不思議なことなんですけれども、なので、コロナそのものも今欧米の先進国を襲い、それは経済的にも、米欧日の地域を席巻しているっていうことがすごく不思議なことなんだと思います。つまり21世紀において21世紀の前半において一つは先進国の経済衰退があり、他方でコロナというパンデミックがこれらの先進国を襲っているということなんですね。これ不思議なことなんですけれども、なかなかその一般大手新聞がそれについて書かないので、大学の学生に聞いても、どこだろうっていうふうに考えてしまうんですけど、アメリカや欧州がこれだけ一時に2020年の頃には8割から9割が米欧だというふうに言われています。今は5割ぐらいですけどね、それでも非常に多い。でこうした中で何をなすべきかということで考えたときに、アメリカの世界戦略ということを今日は見ていきたいと思っています。アメリカが中国を敵視し、そして欧州や日本を同盟国に引っ張っていくことでむしろ緊張が高まっている。でそうした中で私たちがやってくるやっていくべきことは、戦後 EC や EU がやったように対立している国と和解する、そして和解することで平和を作るということだと思います。私は欧州研究者でもあるんですけれども、欧州の最も尊いことは第二次世界大戦で完全にヨーロッパが疲弊した後、ドイツとフランスという戦争を1000年以上続けてきた国が互いに和解し、そして二度と戦争はしないということで、独仏和解と石炭鉄鋼共同体というものを作ったということです。石炭鉄鋼というのは今でいう核と石油エネルギーの問題ですけど、みんなエネルギーをめぐって戦争するんですね。そのエネルギーを共存し、そして戦争している国同士が結ぶことで不戦共同体を作る。非常に単純なことですけれども、何でしょう、合理的といえばものすごく合理的。戦争している2カ国が同盟を組めば決して戦争にはならないですよね。この単純な議論が第二次世界大戦を現在に至るまで欧州の戦争を止め、そして2012年から13年に欧州はノーベル平和賞を受けました。これをぜひ東アジアでも実現していきたいというふうに思っています。次お願いします。アメリカの世界戦略です。アメリカは20世紀にめきめきと世界のトップに躍り出ました。でこの20世紀に、2人の大巨頭として呼ばれる人たちがウィルソンとローズベルトですね。こちら側がウィルソンで、ウィルソンはレーニンと対峙しながらウィルソンの14か条を出したんですけど、第二次世界大戦の時はローズベルトです。でこの2人が偉大だったのは、
アメリカが20世紀に参戦した時には戦争をするための戦争ではなくて戦争をやめさせるための戦争に入っていった。なのでウィルソンもローズベルトも戦争に入ってすぐからいかに戦争を止めるか、そして戦後何をしたら平和が維持できるかということを考え、ウィルソンはウィルソン14か条の中で国際連盟の創設ということを考えました。国際組織を作るということですね。で、ただこの国際連盟には大国が入らなかったので、その20年後にすぐ第二次世界大戦が起こり、そして第二次世界大戦の最中にアメリカは、パールハーバーで戦争に参加することを余儀なくされるわけですけれども、その時にローズベルトは非常に興味深い2つのことを言います。一つは4つの自由ということ、それから4人の警察官、これとても分かりやすいですね。4つの自由というのは表現の自由、信仰の自由、欠乏からの自由、恐怖からの自由ということで、戦争をいかに止めるかということ。そして4人の警察官が面白いんですけど、米英ソ連中華民国という、ソ連という社会主義国と中国という、中華民国蒋介石の方ですけれども、中国というアジアの国を含めてこの4大国で新しい国連を作る、これが現在につながる国連の常任理事国ということになります。でその後、ソ連は社会主義体制は崩壊し、そして中国はその後社会主義になって現在に至っているわけですけれども、この2カ国を追加したということはすごく重要な意味があったと言えると思います。でただローズベルトはその後戦争中に亡くなってしまって、その後トルーマンに変わっていったことによって、トルーマンはむしろこの、社会主義と資本主義の対立を前面に出して冷戦に入っていくんですね。なので、ここでヒントを受けるとしたら、このローズベルトの世界におけるさまざまな大国が参加して平和を作っていくんだ、米欧が単にその平和の象徴ではないということだと思います。でバイデンなんですけれども、バイデンは非常にこの2人を意識して歴史的な人物になろうとしているのだと思います。バイデンが大統領になってから2021年の6月の G7 で同じように価値の同盟ということを主張しました。価値の同盟はまさにこのウィルソンと、ローズベルトが言った言葉であって、その価値、民主主義の価値とか、それからその信教の自由とか、そういう価値を大切にしようということを言っていたんですけれども、彼がウィルソンやローズベルトを模写したのはそこまでで、ご存知のように、彼がバイデンが価値の同盟と言った時に、その後すぐ民主主義対専制主義ということで、民主主義サミットを作ったり、それからロシアや中国を排除したりということを開始していくことになります。つまり、20世紀のこの2大巨頭との違いは、あらゆる大国を包み込んで新しい国際秩序を作ろうとしたローズベルトに対して、バイデンは成長するロシアや中国を排除して米欧の秩序を21世紀あるいはそれ以降も守ろうとしたということです。でそれによって、世界を二分割する、成長するアジアやアフリカも含めての国々を排除して、米欧体制を再建しようとする。でそれに、その組み込まれているのが日本とか、韓国であるということも言えます。でバイデンは民主主義サミットを形成し、そして新冷戦ということを言いながら、東アジアでは中国が非常に危険だということを繰り返していくことになります。そして、中国は必ず6年以内に台湾に侵攻する
いうことを言っているんですけど、この6年っていうのが非常に興味深いことです。皆様聞いたことがあるでしょうか。中国は2028年に、早ければ2028年にアメリカを抜くということを、まずはイギリスのシンクタンクが言いました。すいません、次のページにお願いします。皆さんのお手元にはこれもないと思うんですけれども、今日見てみて本当にこれはぜひ皆さんに見ていただきたいなと思ったんですけど、今年の GDP が出ました。普通半年後に出るので、まあ、夏休みぐらいまでには出るんですけれども、今年の GDP を見るとあっと驚く中国の成長があります。今まで中国は日本の3倍と言われてきたんです。申し訳ございません、本当に大変ご迷惑をおかけしてしまいまして、失礼いたしました。申し訳ございません。はい、ということでちょっと22年の GDP の説明をしようと思っていたんですけれども、見ていただくように日本は今もう中国の4分の1になっています。でアメリカは日本の5倍ということなんですけれども、2028年には中国がアメリカを抜くということを、イギリスのシンクタンク、経済シンクタンクがありまして、その後世銀も IMF もこれを承認するっていうようなことになりました。でだからなんですね、ちょっとこれからの話がそうなってくるんですけれども、この6年あるいは10年以内に東アジアで何かが起こる可能性があるということになります。この下も見ていただくと、実は11位と12位にロシアと大韓民国が並んでおりまして、今やロシア経済韓国と同じぐらいいう状況で、今アメリカの武器でロシア軍が随分やられていますけれども、軍事力の面でも非常にちょっと、近代化、技術化が遅れているのかなというふうにも思います。はい、でちょっと戻ってください。1ページ上に上がっていただけますでしょうか。これかな。はい、で21世紀の新自由主義ということなんですけど、グローバリゼーションは実は競争と格差を生んできました。今 の, GDP を見ていただいても分かると思うんですけど、この間、アメリカやヨーロッパの国々が、あるいは日本が経済停滞をしている中、急速に中国やインドが成長しております。すいません、ちょっと動きますけど、もう一度次のページ見ていただけますか。はい、もう、はい、5位にインドが来てますね。お分かりでしょうか。ドイツに迫ってきています。そして、ブラジルも10位に上がってきていて、ロシアを抜いているということで、いわゆるブリックスというのが中国、インド、ブラジル、などですけれども、それらが、どんどん上り調子になっていって、ヨーロッパやイギリスに迫ってきているというような状況があります。で前のページに戻ってください。はい、で、なぜこういうことが起こっているのかっていうことなんですけれども、その欧米の世紀、特にヨーロッパの世紀がここ数世紀続いてきましたけれども、歴史というのはこう常に流れがあって、再びアジアの時代が始まっているということが言えるのだと思います。で、特にその先進国の格差の拡大とか中産層の没落ということが、ご存知のようにトランプ政権やヨーロッパのポピュリズムというものを生み出してきていますし、逆にこうした先進国の、停滞が皮肉なことに新興国の急成長を生んでいます。先ほどコロナの話をしましたが、一番象徴的で分かりやすいのが100円ショップ
なんですね。皆様、日本でも100円ショップに今列をなしてみんな並んでると思うんですけれども、あの100円ショップに並ぶっていうことは実は日本経済を疲弊させているということを分かりますか？あそこのタグを見ると全部中国、それから最近はミャンマー、ベトナム、アジアの国々などですね。つまり100円ずつの小さなお金なんですけれども、それを全部海外に投資しているということになると思います。で、その100円で買えるものを日本のもので買おうとするとどうなるでしょうか。私、西友の100円ショップで買ったりしているので、西友と比較すると本当に典型的に分かるんですけど、上のキャンドゥで100円で売ってるものが西友では1200円ぐらいでキッチン用品とか売られていたりするんですね。ものすごい差ですよね。で、だからみんな100円の方で買うんですけど、日本のその1200円というのは基本的には労働力であったり、あるいは材料費であったりして、結局その1200円を買わないことで日本の中小企業がどんどん潰れていくというようなことにもつながっていきます。なので、その100円ショップに投下するっていうことは新興国に私たちが投資していることであるというふうに考えるととても分かりやすいのかと思います。で、同様にコロナも先ほど言いましたように、日本やアジアの抗体がある私たちよりは欧米の白人の人たちの方がかかりやすい。これはたまたまかもしれないんですけど、非常にこう歴史の必然も感じますけれども、20世紀、21世紀の頭に欧米が頭打ちになってきている時に再び、彼らが弱いパンデミックが蹂躙している、欧州やアメリカを蹂躙しているということが、現状につながっているのではないかと思います。で、こうして見ると中国が今や日本の4倍の GDP、 そして、あと10年もしないうちにアメリカを超えて世界1位になるというような状況が逆に東アジアの緊張を生み出してきているということが分かると思います。では次のページにお願いします。こうした中でアメリカによる中国の封じ込めが開始されていくことになります。バイデンはトランプ政権の経済政策は踏襲しないと言って中国経済への歩み寄りを始めましたが、他方安全保障の面においては中国に対する封じ込めを開始してきています。で、一方でそのロシアにおいては、中距離核戦力の締結は解除するということを言っておりまして、これはどういうことを意味すると思いますか？これもすごく大きな問題なんですけど、北朝鮮の大陸間弾道弾の施設は爆破して、中距離の核戦力は今後もう一度その自由化するということは、いわゆる北朝鮮からアメリカまでだいたい1万キロぐらいなんですけど、1万キロの大陸間弾道弾は作らせずに5000キロまでのアメリカに届かない形での地域紛争に核を用いる可能性が高まっているということでもあるのです。ですからこれは非常に怖いことで、もし東アジアで戦争が起こればまさに日本は最前線になります。日米同盟というのはアメリカが日本を守ってくれるということで戦後、岸さんが締結したものですけれども、もし中距離核戦力で戦争が始まればアメリカが日本を守るのではなくて、日本がアメリカを守って中国に対して、あるいは北朝鮮に対して最前線で戦うということになります。
今オンラインでアメリカの大学などと、そのオンライン会議がよく開かれてるんですけど、つい1年前アメリカの大学での沖縄米軍基地の研究会では、そのアメリカ人の研究者が北朝鮮の中距離核ミサイルというのは日本、そして東京が標的なんだ、アメリカには届かないということをはっきり言っているんですね。で、確かに届かないんです。5000キロギリギリで今グアムまで届くか届かないかって言われてますけど、トランプが1万キロの大陸間弾道弾を北朝鮮が発射した後すぐにシンガポールに飛んで、キム・ジョンウンと話し合ってそれを爆破させたっていうのは、アメリカに届く核は作らせないということなんですね。非常に明確な戦略があります。で、そうなると米中戦争というのが今繰り返し言われていますが、米中戦争はアメリカに届く核は使えないとすると、東アジアの代理戦争になる可能性がある。これはロシアとウクライナの間で、まさにウクライナがアメリカ軍の最新兵器を使ってロシア軍をやっつけていることと重なってきます。で、ちなみに今沖縄や台湾には、ウクライナに送られていると同じようなハイマースとかジャベリンとか最新鋭の兵器が次々と運び込まれていて、最近その沖縄に行ったと申し上げましたけど、沖縄の議員の方々は今まで見たことのない兵器が次々に沖縄に配備されている。与那国島とか、宮古島とか、今までほとんどそうした基地がなかったところに兵器が配備されて、もう目の前に台湾がある。そうすると本当に中国と台湾の衝突が始まった時に、沖縄は武器を持った最前線になるということになると思います。この持つ意味は極めて大きいと思います。次お願いします。で、こうした中でアメリカのインド太平洋戦略というのが、今非常に話題になっています。その3つがクアッド、そしてクアッドプラスとオーカスというものです。クアッドっていうのはカルテットっていうのと同じクアッドですね、4つという意味なんですけれども、4カ国という意味です。で、この4カ国は次のページをちょっとお願いします。すいません、前後するので私が動かした方が楽かもしれないですけど、ご迷惑をおかけします、すいません。これがクワッドの四角形といいますね、西型の形で、あちらは米国、そして日本、インド、オーストラリアの4つ、日米豪インの4カ国の戦略対話というふうに言われて、これがクワッドと呼ばれるアメリカの、同盟関係です。日米同盟や日韓同盟だけではなくて、この4カ国によってちょうどその中国の一帯一路、一帯一路のタイの方が、海で、路の方が道路ですけれども、上の一路と一帯の間にちょうどくさびを打ち込むような形でインドを同盟国に入れています。で、ただ興味深いことに、これは皆さんもご存知かと思うんですけれども、インドはそんなに積極的にアメリカの同盟をやろうとはしていないんですね。インドはロシアからも武器を買っているというふうに言われて、で、またインドと私二国間協力関係をこの3年間やってたんですけれども、インド人は非常にプライドが高くて、自分たちは日本のようにはアメリカの言いなりにならないということを言っています。我々はインドはイギリスの植民地になった経験があるから、なおさら、もうこれ以上新しい時代に大国の言うことは聞かないと、我々は我々でやっていくっていうことを繰り返し言っているので、今回日本でクアッドが開かれた時にモディは日本に来ましたけれども、でもアメリカが求めるようには積極的に中国封じ込めには関わっていません。で、なので
クワッドプラスということをアメリカはもう一つ考えました。プラスというのは、ちょっと見にくいかもしれませんが、赤い字で書かれている韓国、ベトナム、ニュージーランドです。日本の横に韓国があり、インドの手前にベトナムがあり、そしてオーストラリアと組んだニュージーランドということで、これに台湾が入って、まあ、クワッドプラス、クワッドを補足する形で、やはり中国を太平洋の側から封じ込めようとする動きであります。でただこれも聞いたことがあるかもしれませんが、 ASEAN も必ずしもアメリカに、同調的ではないんですね。でこれは今中国の経済力が本当に拡大してきていて、それが周辺国と積極的に貿易を行っているからでもあります。日本の経団連が中国と経済をやめろと言われてもやめられないよなって思うのと同じように、ASEAN の国々も自分たちはアメリカとも同盟結ぶけれども、中国とも経済結ばないとやっていけないというような状況になっています。でだからこそ、もう一度ちょっと前に戻ってください。オーカスというのが始まってく、ることになります。ですからクアッドとクアッドプラスは欧米とアジアの国なんですけれども、思ったほどインドが動かない、思ったほど ASEAN も動かない。そうした中では日本はすごいアメリカの優等生なんですけど、日本だけでは対応できないということで、新たに加わったのがオーカスですね。でオーカスは、次のページをお願いします。はい、これなんですけれども、今のクワッドないしはクワッドプラスの半分がアジアの国々であったのに対して、オーカスははっきりと、米英豪の3カ国の協力軍事同盟です。このオーカスというのはその国の名前のそのままの頭文字で、 O がオーストラリア、UK がイギリス、US がアメリカということで、米英豪の軍事諜報同盟になります。でここで興味深いのが、軍事同盟だけではなくて IT や核をめぐる諜報情報同盟であるということなんですね。そしてオーカスというのは、ここも面白いんですけど、ヨーロッパが入ってない、まあ、ヨーロッパ大陸が入ってなくて、いわゆるアングロサクソンの国々、アメリカ、イギリス、オーストラリアという、3カ国の同盟で、なんでアメリカはこういう同盟組まなきゃいけないかっていうと、もう一国では覇権を維持できない状態に入ってきているということなんですね。これもとても重要です。一国では対応できないので、オーカスとかクアッドとかっていう組織を入れるようになってきている。そして諜報網なんですけれども、これに加えてファイブアイズという言葉もあります。これも聞いたことがおありでしょうか。ファイブアイズ、5つの目っていうことなんですけど、このファイブはこの、米英豪に加えてカナダとニュージーランドです。もう完全に白人の諜報網ですね。これがウィキリークスなど、その日本もその、盗聴されていたとか、メルケルも盗聴されていたとか、ヨーロッパや日本に対してすら盗聴するような形で、もう完全にそのアングロサクソンの諜報同盟というのがあります。でなんでこういうことをやっているかというと、やっぱりその中国の IT に対する脅威なんですね。中国が GDP でアメリカに迫っているというのは、まだ彼らは言い訳ができる。14億の民がいる。だからアメリカは3億なので、その4倍あるんだから大きくなって当たり前。だけど、IT を考えてみてください。今実は中国の IT 人口何億人だと思いますか？
10億なんですね。まあ、14億人いるから当たり前なのかもしれないんですけど、その10億、日本で言えば1億2500万人のうち1億人ぐらいが IT 人口なんですけど、日本の IT 人口の主な人たちっていうのはもう本当に最近スマホを始めた、60代70代の方々もその IT 人口に入ってるんですけど、中国の場合の IT 人口っていうのは基本的にはハッキングもできるほどの力を持つ、主に若者とか、技術者を中心とする IT 人口。そうするとこの10億の IT 人口って恐ろしくないですか？アメリカの IT 人口3億、ヨーロッパ5億、日本が1億とすると全部足して9億なんですね。先進国が束になってかかっても中国の IT 人口の方が多いという状況が常に始まっていて、であと4億人いるんですよね。全部にはつながらないかもしれないですけど、今や IT といえば経済だけではなくて軍事力も知力も、そしてまあ AI を考えると新しい時代は IT が担うのではないかと言われる時代に、非常にこの中国の IT 人口は経済がアメリカを抜くよりもものすごく大きな脅威になってきています。でだからこそ中国とインドを結ばせない、中国の IT 人口が今6億人ぐらいなんですね。まだ3分の1ぐらいですかね、半分以下なんですけれども、その中国とインドの IT 人口が結ぶとなんかこう地球の IT 支配は中インで終わってしまうというようなところがあるので、インドをなんとか欧米の側につけたいということで今中国とインドを分断しようとしています。なのでこうしたそのクワッド、クワッドプラス、オーカスを見ているとかなり、アメリカが焦ってその中国の成長あるいは東アジアの成長に何とか対処していこうとしているっていうことがわかると思います。次のページお願いします。でこうした中で、150年前の明治維新の頃のように今、アメリカやイギリスや豪州のオーストラリアの潜水艦や戦艦が次々にお台場や日本にやってきているということはご存知でしょうか。時々テレビで言われていますよね。それに加えてそれに一緒に入っていこうとし始めているのが今フランスとドイツなんです。なので、ちょうどその黒船が来た頃を思い起こさせるほど今、ヨーロッパとアメリカと、まあ、カナダやオーストラリアを含めて次々に戦艦が、南、シナ海や、尖閣の周辺に集まってきているのはやはりその中国の IT 人口の拡大、それから軍事力の拡大ということに、かなり強い恐怖を持って、その欧米が動き始めているということがわかると思います。この漫画にも象徴されるようにその3カ国がこうフェンシングの、同盟関係を結ぼうとしていますね。アメリカ、イギリス、アメリカ、イギリス、オーストラリアなんですけど、でそれに対して、一時マクロンが怒って、アメリカやオーストラリアに対して、自国 の, そのディーゼルの潜水艦を受け入れないからということで、ペルソナのノングラータで大使を追い出したりしたことがあるんですけど、その大使を追い出したっていうのは、平和のためではなくて自分たちもこれに加えてくれみたいなところが非常に強いんですね。今、フランスはミクロネシアに、たくさん の, 植民地がありますけれども、島々の植民地がありますけれども、その地域に非常にその軍事力を拡大し、それからひょっとしたら核も持ち込みつつあるんじゃないかっていうことで、ミクロネシアの国々が、非核地域を実現したいっていうことですごく動き始めてるんですけど、もう本当にその150年前を彷彿とさせられるような
欧米のアジアへの接近が始まっている。でそれは150年前は開国し植民地化するための動きだったんですけれども、今回は中国の急成長を封じ込めるため、そして欧米の、時代を あと100年、継続するためということだと思います。これは非常に認識するべきことであろうと思います。次のページお願いします。あ、これ消えてますね。皆さんのところには線が入ってますか？あ、入ってますね。あ、はい、ありがとうございます。なんでそこに出たら消えたんだろう。こっちにも入ってるんですけど、はい、これもちょっと恐ろしい地図なんですけれども、日本列島というのは皆さんご存知のようにアジア大陸の極東にある散らばっている島々で、中国などの地図によればもう本当に日本ってあるのかないのかわからないぐらいぐちゃぐちゃぐちゃっと島が書かれてるっていうふうに言われます。まさにその極東のアーキペラゴというか群島なんですけど、ただそれを90度西にひっくり返してみるとすごく重要な事実がわかります。つまり、こっちは北海道のところはロシアなんですね。そして真ん中は朝鮮半島、まあ、北朝鮮、そして、沖縄の南洋諸島の群島の真向かいが、上海、北京、上海、沿海州という中国の最大の経済圏。だから日本列島というのは実は自然の要塞としてアジア極東の三大国、まあ核の三大国といった方がいいかもしれないんですけど、ロシアと北朝鮮と中国が太平洋に出てくるのを封じ込めることのできる自然の要塞と考えることができます。これはアメリカから見た時の考え方なんですけど、日本から見ると歴史的には朝鮮半島を通じて中国の漢字や文化や宗教やあらゆるものが入ってきて、法令も入ってきて、アジア大陸から学んだ、数千年間いうのがあったと思うんですけれども、今やなぜ米軍が日本列島から去らないかという最大の問題として、実は日本ってものすごく大きな近隣国を抱えてるんですね。ロシアと核ミサイルを持つ北朝鮮と、そして中国を、もし日本列島にアメリカの基地を置けば、太平洋に出ていけないんです。で皆様ご存知でしょうか、近代国民国家っていうのは何が一番重要かっていうと海洋なんですね。植民地を作っていった欧米大国はまずスペイン、ポルトガル、そしてオランダ、イギリス、全部海に何の遮りもなく出ていける国々ですよね。でだからこそ地球上全部をめぐって植民地を、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、そして北アメリカも含めて、まあ、征服していったということなんですけど、この日本列島がある限りロシアも北朝鮮もそれから、中国も太平洋に出られません。でなので尖閣のようなあんな小さな、潮が満ちると埋まってしまうような、海に沈んでしまうような地域が何で重要かっていうと、一つには200海里という漁業があるんですけれども、もう一つにはここを抑えることで中国が太平洋に出る時にはまあ日本にお伺いを立てなきゃいけない、あるいはその台湾と沖縄が結べば、太平洋に出ていけないというようなものすごく重要な地域になってくることになります。でただ私たちはそれに甘んじていいんでしょうかっていうことですね。3000キロにわたる大陸封じ込めの自然要塞ということなんですが、もし今のように緊張が高まり
そしてもともとは仲の良かった中国や、朝鮮半島と、強い緊張が始まり、でロシアとも戦争状況になっている、ウクライナ戦争をめぐって、対立している時に、この日本列島がそのこの細い細腕で弁慶のように、北はロシアから真ん中は北朝鮮のミサイルで、南はひょっとしたら中国のミサイルに対抗して、イージス艦とかイージスアシュアーの 2,3 台で対抗できるのかっていうと、私学術会議 の、 メンバーの時に隣の方が物理の研究者だったんですけど、それはほぼ無理っていうふうに言われました。そもそもイージスアショアとかイージス艦っていうのは、地対空ミサイルで核ミサイルを撃ち落としていくんですけれども、その確率はだいたい 50% というふうに言われています。っていうことは、一機やってきてそれを落としてしまえばまだできるかもしれないんですけど、もし10機とか10個とか20個のそのミサイルが飛んできたら、もうほとんど守れないという形になります。なのでやっぱりこんな近い目と鼻の先に3大国を置いているような状況の中で、私たちは本当に日本列島と日本の国民を守っていくことができるのかというふうに考えると、まあ、戦争で対決するのではなくて平和を守るということがいかに重要かというのが分かるのではないかと思います。はい、次にお願いします。特に沖縄ですね、沖縄は3000キロのうち南西諸島と沖縄でだいたい1300キロぐらいあるんですね。ですから本州がだいたい1300キロぐらい、そして北海道と九州、そして南西諸島を合わせて、ちょうど沖縄と南西諸島って全3000キロのうちの、半分弱を占める長さなんですけれども、その地域であるからこそ沖縄はその戦争ではなくて平和によってこの地域を守っていかなければならないという意識が今非常に高まっています。で、沖縄の人たちに言わせると、こちら歴史的な地図なんですけれども、沖縄は、さっきもちょっと言ったかもしれないんですけど、東京よりも、北京や上海、あるいは場合によっては、ベトナムとかシャム、タイですねの方が、北海道なんかにもずっと近いというところがあって、沖縄は実は周辺諸国と、特に ASEAN のようなアジアの国々と海を通じて非常に歴史的に強い関係がありました。そして沖縄の方々のすごく強い誇りは、沖縄はかつて自国で軍隊を持ったことがない、琉球国というのは軍隊を持たない国だったんだ、交易によって文化によって周りの国々と親しくしていたんだっていうことを言われます。で、その文化の国沖縄に今続々と武器が配備されているっていう状況なんですね。で、向こうのページは、沖縄の発想であり東洋経済で書かれている地図なんですけれども、沖縄はそういうその基地にするのではなくて、文化と経済の中心にしていくべきだという考え方が今広がっていて、もし那覇を中心として周りの地域と結べば、実は沖縄はアジア20億人の巨大マーケットの中心になれるんだということなんですね。そして、沖縄の人の方がいつも言うことは、自分たちは台湾とも仲がいい、中国とも仲がいい、韓国とも仲がいい、アメリカとも関係を作っている。だから沖縄を中心にして周りの国々と一緒にやっていくことが日本の発展にとってもすごくいいんじゃないかということを言われています。
また今あの観光の時代でもありますけれども、沖縄は観光の中心でもありますよね。ですから綺麗なサンゴの砂浜に武器を置くのではなくて、そこであの皆さんがこうビーチで遊べるようなあの、素晴らしい地域を作っていくっていうことが大事なのではないかと思います。でこれがまさにその沖縄が今やろうとしていることでもあります。次のページお願いします。で沖縄のもう一つ の素晴らしいところは多文化多芸能ということですね。このカラフルな衣装とか、太鼓を見てもちょっと和太鼓とも違う、なんとなくこう大陸とか東南アジアの国々と似てるようなところがあると思います。ちょうどさっきの地図と同じように東南アジアや台湾や、中国大陸や韓国やさらにもっと遠いあの、タイやフィリピンの国々から、いろんな文化を取り入れて共に発展してきたというところがあって、まあ、そういう意味でもその東アジアの平和の国連を沖縄に作ってはどうかという動きが最近非常に高まってきています。で、次のページお願いします。でこれはあのモデルがないわけではありません。ヨーロッパで独仏和解ということを言いましたけれども、ヨーロッパではさらに、1975年冷戦の真っただ中にその冷戦の東西を結ぶヘルシンキ、フィンランドのヘルシンキで、ヘルシンキ協定というものが結ばれました。でそのヘルシンキ協定にはロシアも、当時ソ連ですけど、ソ連や東欧の国々も参加し、そして西側からはバチカンとかモナコとか、そうしたあのまさに小さな国々、地域が参加して、そこで安全保障と平和の話し合いがなされたんですね。冷戦の真っただ中にいかにあの平和を作っていくか、それから当時は環境問題も始まってきていましたから、環境問題をいかに解決するかということが話し合われ、そして、ここもあの地図には入ってると思うんですけど、これが EU であって、この赤いのが NATO なんですが、この一番外側の紫の部分ですね、これらこう全部を含み込むような形で、欧州安全保障協力会議というものが作られました。でそれが作られたのが冷戦の真っ只中だったっていうことなんです。でまさに今緊張が高まっている東アジアで、こうしたアジア、安全保障協力会議のようなものを作って、まあ、西でも東でも私たちと意見が違っても、その意見の違いを踏まえながら共通に話し合えるような場というのを、作っていく必要があるのではないかと思います。ヨーロッパではこの、CSCE というのが会議だったんですけど、冷戦後にはオーガナイゼーションという組織になって、今欧州の国連とも言われています。でこの欧州の国連が今ウクライナ問題や、ロシアの侵攻についても武器を使わずに話し合いの場を作っていくというあの非常に大きな役割を果たしています。でそう考えるとあの沖縄や台湾に続々とアメリカの武器が入り、また中国が、軍事的に強化しているような状況の中で、沖縄に集まって普通に話し合いをしましょうというような場をあの、まあ、沖縄でもそれから九州でもいいと思うんですけど、広島や長崎も今手を挙げていて、自分たちのところで原爆を二度と落とさないあの地域をアジアに作ろうというようなことの動きが始まっています。まさに地域市民のレベルで共同会議があの進みつつあるということです。次お願いします。はい、これは、実はあの世界的規模の GDP の図なんですけれども、これすごくあのこれを説明するだけでも20分ぐらいあってもいいくらいなんですけれども、西暦0年から2030年
までの、GDP を、メガコンピューターで世界最速のメガコンピューターで200カ国を全部入れた図なんですけれども、これで見るとコロンブスの卵というか、結局やってみたらすごく分かったことっていうのは、中国が赤、それから、紫がインドなんですけれども、で日本はこのオレンジで、ちょっとヨーロッパずるいんですが、ヨーロッパは EU でまとまってるので、少し欧州は塊なんですけれども、これを見ると西暦0年から1800年ぐらいまで中国とインドが世界経済のほぼ半分以上を占めてるんですね。でまあ言われてみればそうだったなっていうことだと思うんですけれども、古代から中世近世にかけて富を最も豊かに育てていたのはアジアの国々なんですね。でそれに対して1900年ぐらいから1820年ぐらいから急速にアメリカとヨーロッパ、灰色がヨーロッパで、このアメリカが1820年ぐらいから、ゼロから出てきてるんですけれども、植民地だったの でそれが成長するとともに中国やインドが衰退してい、っていますけれども、これはまさに米欧の植民地化の中で植民地とされた中国やインドが衰退していった。そして1950年ぐらい、第二次世界大戦が終わって植民地から解放されると、すごいことに中国やインドは再び上向きになって、2030年にはアメリカを抜くんですね。これがそのコンピューターで単にこう GDP をずっと重ねていったものを出した結果、この壮大な物語がこの図の中に見えるということで、これを作った人アンガス・マディスンという統計学者なんですけれども、彼は中国やインドの成長というのは奇跡ではない、それは過去への回帰なんだということを言っています。アジアというのは本当にこう文明とそれから経済と、さらには今アメリカにおいてもその勤勉さということで際立っていて、そうした人たちがいかにこう類々と平和な歴史を作ってきたかっていうのが分かると思います。でこう考えると、今日本がやるべきことは何かというふうに考えた時に、アメリカと結んで中国と戦争をすること、中国を封じ込めることが歴史にかなっているんだろうかということだと思います。私たちはアジアの一員でもあるわけですよね。勤勉さや文明の高さや、あるいは経済力の優れたところというのは同じようなものを持っています。むしろアジアの一国としてそれに加わっていくことが私たちの使命ではないかと思います。次お願いします。ちょっと駆け足でいきますけれども、不思議なことにイギリス、中国もそれからインドも14億の民を持ちながら、一国で覇権を握ろうとしていなくて、周辺国と結んで経済発展をしようとしているところはとても面白いことだと思います。これは唐とか宋の時代においても、中国ってこう大国になって広げて、そこで文明圏を作っていきましたよね。だから一帯一路というのはそれにも似て、西安という三蔵法師が出発していったシルクロード の出発点から欧州まで、地球儀でいうとちょうど地球を半周するような形で、中国からヨーロッパまでの道を、陸路と海路で作って、それを投資とそれから、インフラ、つまり鉄道や道を作るインフラと、それからそれらの地域に投資をしていくというような形で、そのバブル のお金を花咲かじいさんのように撒いていっているっていうようなところがあります。ここはちょっと日本の ODA と違って、日本は90年代に世界1位の経済大国になりましたけど、その時にはあんまりこういう発想なかったですよね。
ODA でまあそのアジアやアフリカの国を助けようとしたかもしれないんだけれども、でもその時にこうカンボジアに5億円もするようなオペラハウスを建てて賓縮を買ったりっていうようなこともあったので、やっぱりその何のために現地の プラスになるかっていうことを考えていくことがとても重要なのではないかと思います。まあ、もちろん中国もその投資をやってそれが回収できない時には港を今買い占めているっていうようなこともあって、もちろんプラスだけではないんですけれども、でもとても重要なことは14億の民でありながらそこで覇権を作るのではなくて世界中と結んで経済を広げていこうとするところですね。で実は同じように、次のページお願いします。ロシアも、スラブユーラシア経済圏というものを作ってこの中国の一帯一路と結ぼうとしています。でさらに次のページをお願いします。不思議なことにですね、インドも先ほどクワッドに懐疑的だったっていうふうに言われているんですけれども、周辺国と結んで経済発展をしようとするところがあります。次のページをお願いします。はい、これがインド、まあ、現在13億5000万ぐらいなんですけど、インドも周辺国と地域協力をやっています。これは、インドの、西部の国々とサークという南アジア地域協力連合というのを作って、8カ国で経済発展をしようというふうに言ってますし、次のページお願いします。実は ASEAN の国々とも、ベンガル湾多分野技術経済協力イニシアチブっていうことで、まあ、集めた富を周辺国と共同で発展させるっていうことをやっています。これは長期的に見たら非常にプラスのことなんですね。結局一国の経済ってこうやっぱり浮き沈みがありますから、その集めた富をいかに周辺とともに共存して、それによって自分たちがこう落ち込む時にも周りから助けてもらういうのがまさに地域協力で、今不思議なことにアジアで特に中国インドという急成長株が次々に周りの国々と地域協力をやっているいうのはとても面白いことだと思います。次のページお願いします。でそれに対してアメリカなんですけれども、その戦争を望んでいるのはですからアメリカで、なんで今アメリカが焦って戦争を望むかっていうと、あと10年もしないうちに中国に抜かされるからです。中国に抜かされる前に潰すということがそのクワッドとかクワッドプラスオーカスに現れていると思います。で米中核戦争のシナリオを、まあ、ご丁寧にアメリカは本にしてるんですけれども、皆さん聞いたことがありますでしょうか。2034年というこの本ですね、もう日本でも文庫になっているので、ご関心があればぜひ買ってください。朝日新聞で紹介されていましたけど、でこの2034年というリアル小説を書いたのが実にアメリカの NATO 欧州軍元最高司令官なんですね。スタブリディスという人が、リアル小説を書いて、で、そこで米中戦争をテーマとした、小説なんですけれども、戦争が起こるかもしれない3つのレッドラインがあって、それが尖閣諸島、南シナ海、台湾と言っています。まさにもう今緊張を高めているところですよね。はい、で、面白いのがその下の米中戦争を回避するためのアメリカのシナリオ、これ準備するためじゃないかと思われるようなことなんですけど、3点ありまして、中国が勝てると思わないように米英豪の軍事力を拡大する、これも今やってることですね。中国は同盟国がない、アメリカは日本、オセアニア、アセアン、インドの同盟関係がある、でもインドはあまり積極的ではありません。で3番目、台湾尖閣を攻撃すれば大規模な経済制裁を行う、そうすると中国経済がデカップリングされるということを言っていて、まさに同じことを今ロシアに対してやってますよね。だからこれを見ると、まあその
戦争というのは作られるものでもあるし煽られるものでもあるということも分かると思います。日本のメディアも本当に煽るかのように尖閣列島、南シナ海、台湾で中国軍がどんどん力を拡大しているとか言われていますけれども、一方で先ほども言ったように米軍もそれからオーストラリア軍も英国軍もどんどんその潜水艦や戦闘機やそれから軍艦を派遣しているんですね。だからもう本当に一触即発の状況がこの3地域にある。で、それを一方だけ煽ることで脅威をかきたてて、そして軍事力を拡大させるということの先に何があるかっていうと、本当にそのロシア・ウクライナ戦争のようなことに、なりかねない状況になります。次お願いします。はい。で、先ほども言いましたように中国やインドは地域協力を進めようとしているんですね。それも経済の地域協力ですね。でにもかかわらず今軍事力の拡大っていうことが非常に煽られていて、それを、クアッドとかオーカスで、補完しようとしている。それから、聞いたことがあると思いますが RCEP とか CPTPP という、これもアジアの地域協力で、特に RCEP は中国が入って世界の半分近い経済力を持つというふうにも言われているんですけれども、これに対してアメリカは IPEF というインド太平洋経済枠組みというのを作って、対抗しようとしています。見てみるとアメリカは世界戦略として米欧日をオーカスとかクワッドとかで結びながら、一方でドイツとロシアを分断し、日本と中国を分断し、台湾と中国を分断することで東アジアにアメリカの基地を拡大していこうとしている側面があります。なんでそんなことするのかっていうと、アジア同士が仲良くするとアメリカはいらなくなりますよね。アメリカの基地は帰ってもらわないといけなくなる。なのでやはり緊張関係がある中でアメリカの武器やアメリカの、軍艦が入ってくると、あ、守ってくれてるんだなっていうふうに思わせる側面があるのではないかと思います。緊張は目の前に来ています。次のページお願いします。もし戦争が起こったらどうなるかという図です。これもスウェーデンとノルウェーの放射線研究者が最近非常に面白い結果を出したんですけど、ほとんど日本では報道されませんでした。私探したんですけど朝日新聞で3行ぐらい書かれていて、誰もほとんど読まないだろうなと思うことなんですけど、何かっていうと、スウェーデンとノルウェーに野生のトナカイがいて、で北欧はトナカイのお肉を食べるんですね。でクリスマスにどうするのかっていうことになるんですけど、でその野生のトナカイの肉に最近致死量の放射線が出た。でこれはどこから来たのかっていうことを調べると、チェルノブイリの放射線が、風や何かによってその北欧にたまったんだというふうに言われて、それが多分キノコに吸い上げられて、そのキノコをトナカイが食べたんじゃないかというふうに言われてるんですけど、問題はチェルノブイリから、野生のトナカイが歩く範囲をスウェーデンやノルウェーで計算するとだいたい1200キロから1500キロなんですね。でなおかつチェルノブイリからはもう30年以上経っています。つまり30年以上経ったチェルノブイリの放射能が、北欧の1500キロ離れた1200キロから1500キロ離れた、トナカイの肉に出たということなんです。
で、まあ、これはもちろんその円ではないんですけれども、とりあえずあえて円にしまして、北朝鮮の核格納庫に真ん中をのコンパスの真ん中の芯を置いて1200キロの円を描くとどうなるかっていうことで見ると、丸を描いてびっくりしたんですけど、日本列島全部入ります。網走と沖縄が離れてるのかな、沖縄と網走ぐらいが外にあるんですけど、日本列島すっぽり入ります。それから、朝鮮半島もちろんのこと、ロシアのウラジオストク入る。それから、中国は北京から、上海、広州という経済域全部入るんですね。つまり東アジアの経済圏を潰すのはとても簡単で、もし北朝鮮の核格納庫で何か事故があるだけで、ひょっとしたら、まあ、福島級の事故、チェルノブイリ級の事故でなければならないかもしれないんですけど、でもそうした事故が起こるだけで東アジア経済圏30年以上全滅してしまうんですね。こんな簡単なことはないですよね。あと日本列島には54基の原子力が原発があって、北朝鮮がもしその中の1基を爆破させれば日本列島の経済はなくなってしまう、しばらくなくなってしまう、まあ30年私たちどう我慢するのかっていうことはありますけど、と考えると東アジアっていうのはこの地域に大体、何十億の人が生きてますよね。そしてこの地域の経済圏が世界の経済を引っ張っている。そしてあと数年すればアメリカを抜くというふうに考えたときに、ここで緊張が高まって、何か戦争でなくても事故が起こるだけで、私たちが、祖先が、皆さんが永遠と築いてきた富と平和がなくなってしまう可能性があります。東アジアっていうのはそれだけ密集して、それだけ緊密な関係を持った地域です。ここにおいて平和を維持するということがいかに大切なことかということがこの地図でわかるのではないかと思います。次お願いします。なおかつ東アジアというのはこの狭い領域に世界の大国のほとんどが集まっているという非常に稀な地域です。欧州にもこんなことはないし、アメリカもアメリカ一国ですよね。アメリカ、北朝鮮、韓国、ロシア、中国、日本で、それぞれの政府が、まあ、ものすごいこう表と裏を持って、戦略を考えている中で、その政府に平和と安定を維持してくれっていうのはなかなか難しいことであるかもしれない。でだからこそ向こうの端にその沖縄の知事を入れましたけれども、一番平和を望むのは地域ですよね。地域と市民ですよね。地域と市民がこうしたその、海線山線かもしれない世界のトップレベルの大国の思惑を抑えて平和を維持していけるのは私たち市民なんだと思います。一番苦しむのも私たちだし、もし戦争が始まって、戦争に行くのは私たちの子供たちであるわけですよね。それを考えるとやっぱりその政府に任せるだけではなくて、地域と市民と若者がいかに平和を作っていくかというのが大事だと思います。次お願いします。状況は今ますます危険な方向に至っています。新聞を開けるたびに、中国の軍拡とかロシアの、侵略とか、ウクライナ戦争が終わらないっていうことが言われていますし、また実際に、まあ、安倍さんが亡くなられたり、それからペロシ下院議長が、みんなが行くなと止めているのに台湾を訪問してアメリカは台湾を守るとか言って、その結果中国の、ミサイル軍事演習が起こったりしていますよね。だから中国側もそういう挑発に乗ってはならないし、アメリカも日本もそういうその、緊張をむしろ高める方向で、状況を進めていくことは極めて危険
その火の粉は私たちに降りかかってくるし、私たちの将来、息子や娘や、孫や子孫の人たちに降りかかってくる。どうすべきかということを考えたときに、平和を作っていくのは私たち市民であり、地域であり、そうした動きを盛り上げていく必要があると思います。最近、日本が非核宣言をすべきではないかとか、先ほどミクロネシアの話もしましたけど、ミクロネシアで軍拡が広がりそうな状況の中で、ミクロネシアの島々の人たちは、この島を非核地域にする。で、非核地域にしたところに次々に核を入れたりすると、もうそれこそが国際法違反になりますよね。なので私たちは防衛費を2倍にしたり、憲法を改正したり、あるいは中国に対して武器を持って守るのではなくて、むしろ憲法を維持し、非核地帯を作り、周りの国々と仲良くすることで平和と繁栄を作っていく必要があるのではないかと思います。最後になります。次お願いします。何をなすべきかと考えたときに、先ほどの大国の指導者の顔を見ていればいるほどですね、やはり沖縄や地域や自治体を平和のハブとしていくこと、そして代理戦争ではなくて、私たちが得意なことって経済ですよね。そして勤勉さとか、高い文明ですから、その経済共同や平和的な安全保障や周辺国との対話ということを重視していかなければならないのだと思います。アメリカのバイデン政権の中国やロシアの封じ込め戦略に乗って防衛費を拡大させることは、結果的には私たちを戦争に引きずり込むことになり、そして東アジアの豊かな自然を、ひょっとしたら核兵器で、あるいはそうでなくても戦争で、疲弊させてしまうことになるかもしれない。で、ロシアとウクライナで行われているような兄弟殺し、アジア人同士でアジア人を殺し合うということを、私たちは絶対にやってはいけないのではないかと思います。アメリカの代わりに日本が目の前にある、目と鼻の先にある巨大な中国やロシアや北朝鮮の核に対して体を張って守る必要は全くない。むしろそれらの国々と理解し合って協力し合うことで戦争を防ぐことが一番大事なんだと思います。次お願いします。最後です。で、何をなすべきかというふうに考えたときに、今提唱しているのは、沖縄や市民や地方自治体をハブとする平和と繁栄の、場を東アジアでも作っていきましょうということです。中国とは理解できないところもあるかもしれない。北朝鮮 の、 ミサイルの大量の発射も確かに理解できないんですけれども、でもだからといってこちらも目には目を、歯には歯を、で武器を持って対処するのではなくて、違いを含めて話し合いで解決する。そして私たちが朝鮮半島や中国大陸から学んだことを生かしながら、近隣国との理解、相互理解と発展によって、東アジアこそ、衰退する米欧を引っ張っていくような、リードするような、力を持っていくことが必要なんだと思います。で、今日、ここでお話しさせていただいたことは本当にありがたいことで、杉並区というのはまさにこう市民が社会を変えていく最先端に立っていると思います。皆さんの力で、東アジアを、そして日本を、さらには東京を平和で豊かな地域にし、そして、その経済力と勤勉さで、世界を引っ張っていくような役割を、担っていくことが必要なんだと思います。今日は大変ご清聴いただきましてありがとうございました。どうぞ。はい、ありがとうございます。
すいません。ありがとうございます。ありがとうございました。時間を取れてしまって、あれこれあれこれお忙しいね。申し訳ございませんでした。恐ろしい話を伺いました。あ、そうですね。ごめんなさい。ちょっと、はい。私もあの半原発の運動をずっとやってるもんですから、はい、日本はただでさえ島のグループっていうか日本人のあちこちにあの何発か爆弾原発じゃなくても何発が落ちてくれば日本中の市民はもうきちんと暮らしていけるような土もなくなるし、そこで人はまた被爆してしまうしと思って、岸田政権はなぜあの外交政策をきちんとやらないのかと話をしましたから、で今日のお話伺って、あの本当に世界もつながってますから、あちこちあの皆さんもいろいろお考えになることあったと思いますので、2歳質問をお受けいたします。どなたか。このマイク取れてます？はい、この前に回すので、先生のこと、はい、どうぞどうぞ。あ、マイク使いますか、はい、アメリカについてなんですけれども、対アジアとか世界戦略で今日でお話しいただいたようなことに関しては、はい、民主党も共和党もほとんど差がない、バイデンもトランプも同じだと思ったんですか。何か違いがあればそこを教えていただいて。そうですね、もしは、いや、持ってきます、はい、そうですね、とても重要な質問だと思います。私はバイデン政権が出た時に本当にホッとしたんですけど、それまでのトランプの状況を見ていて、ただ、やはりアメリカが今一番維持したいと思っているのは、アメリカが世界のトップであり続けること、そこから転落することに対する恐怖がものすごく強いのではないかと思います。でアメリカは世界のモデルであるという自覚もあるので、民主主義を守り、そしてそのために先制国をやっつけるというような、側面が民主党政権で非常にこう顕著に出てきたっていうのが、ちょっと心配なところです。でアメリカの民主党政権のそうした民主主義崇拝みたいなものが結局アメリカの国民の半分を離反されているところがあって、でこれは学会でもすごく言われてるんですけど、民主主義そのものが疲弊し始めている、つまり民主主義がアメリカの貧しい人たちを救えなくなってるんですね。そしてその貧しいアメリカの人たちが民主党がその民主主義を言えば言うほどトランプの方に流れていく、民主党政権は全然自分たち の生活を豊かにしてくれなかったじゃないか、自分たちが失業して、それに苦しんでいる時何もしてくれなかったじゃないかっていう不満が結局ポピュリズムとしてトランプに流れ、欧州でも同じ現象が起こってきています。なので本当に難しいことで、すごく単純化して言えば共和党に対して民主党の方がより民主主義とか自由主義を守り、近代の欧米の発展を支えてきたというところがあると思うんですけれども、今それが頭打ち状況になっているということと、それから歴史的に見たときにこれも残念なことなんですが、大抵民主党政権の時に戦争をしてるんですね。クリントンがコソボ空爆をした時もそうなんですけれども、多分民主党っていうのは非常に高い理念を持って、その理念で不正をやっつけようとしてしまうところがあるために、スーパーマンか007みたいに悪をやっつけるという側面が過剰に出てしまって、それがその冷戦期の社会主義体制に対してであったり、現在は中国に対してであったりっていうところがあるのではないかと思います。ですからとても難しいことなんですけど、デモクラシーということ自体ももう一度考え直さなければならない時代になってきている。
デモクラシーというのがその、なんでしょう、高額所得者ないしは中層以上の、理念に終わってしまうとすると仮想が救われないんですね。そして真のデモクラシーっていうのはそういう仮想の労働者とか失業者とかマイノリティも本来的には救わなければならない、今 SDGs が言われているように誰一人取り残さないっていうようなことが言われていますけど、その誰一人取り残さない側面はデモクラシーではダメなんです。なぜならばデモクラシーって多数決なのでマジョリティの利益を代表するからなんですね。今、問題を抱えているのはマイノリティの方なんです。でそのマイノリティを救い取っているのが極右だったりポピュリストだったりするところがあるので、これは本当に難しいことなんですけど、だからこそ民主主義を主張しているからといって完全にそれだけに乗っかっていってはいけないし、場合によってはこれもちょっと誤解を呼びやすいことかもしれないんですけど、専制主義であってもその民主主義に勝る時があるかもしれない。例えば中国やインドが14億の民を抱えている時にデモクラシーを導入すると、アラブの春やソ連邦が崩壊したと同じようにバラバラになる危険性があるんですね。っていうのはデモクラシーは多数決支配なので、多数者が少数者を支配する時、少数者はそこから出ようとしてしまう。で完全にソ連は分解しましたし、アラブの春でも血で血を争う状況が生まれてきたので、だから私たちが今考えていかなければならないのは、これは今言われていることでもありますけど、ダイバーシティとかそのマイノリティの人たちとか弱者をどう救済するかっていうことを考えていかないと、デモクラシーは時にこう両刃の剣のようになってしまうのではないかということだと思います。正確なお答えにはなっていないかもしれないんですけど、だからこそ今民主党政権が苦戦しているということになるんではないかなと思います。変えていけるのは市民と地域じゃないかと私は思っているのですが、はい、以上です。ありがとうございました。もう一人ぐらい、じゃあこちら、ありがとうございます。ごめんね、お二人になった。ウクライナとロシアの戦争ってまだ続いてるんですけれども、はい、どういうふうに書かれているのでもう少し詳しくお話しいただければと思います。はい、はい、ウクライナとロシアの戦争はやっぱり1時間半ぐらい喋んないもう一回やります前回の時はいらしてくださってましたか。はい、端的に言うとやっぱり今どんな段階でもどちらが勝っていようがどんな状況にあろうがやるべきは停戦なんだと思うんですね。先ほどの OSCE も言ってることは停戦なんです。で停戦すると結局なんかウクライナがまたやられてしまうんじゃないかとかっていうのがよく言われるんですけれども、真の停戦というのは例えば東ティモールの時もそうですけど、国連の中立軍が間に入って両方が武器を置くということです。だからロシアが停戦をすることによってロシアがさらに進んでウクライナ人を蹂躙するっていうことはありません、停戦が実行されたら。なので今やるべきことは、私たちは常にこうそれを強調してるんですけど、国連が PKO のような中立軍をまずはロシアとウクライナ、ロシア軍とウクライナ軍がいる最前線のところに入っていって、そしてバッファーゾーンという緩衝地帯を作る。でその緩衝地帯を中立軍が抑えて、そこを何十キロというところに中立地帯を設けて、そして、ウクライナ軍もロシア軍も武器を置かせる。でそうやって東ティモールとかカンボジア のシアヌーク、以降のポルボト の支配の時も実行してきたんですね。ところが今国連が十分それが機能できてない、それは多分
あのアメリカや欧州がウクライナに対して武器を送って、まあ、戦えっていうことを言ってるからなんですけど、もうこれ以上戦うのはやめてほしい。で、あの私はウクライナにも何回も行ったことがありますし、ウクライナ人もロシア人も友達がいます。でだからこそそういうあの現地の人たちのことを考えると、現地の人たちはみんなもう戦争をやめてほしいと言ってるんですね。でにもかかわらずマスメディアは最後まで戦うっていうことを言ってる人たちにこうクローズアップして、あのウクライナは戦争を続けたいと言ってるっていうふうに言うんですけど、それは非常に罪なことで、あのそれによって死者を増やしているし憎しみを高めているわけですよね。でより長期的には東アジアにおける緊張も高めているわけなので、あの可能な限り早い停戦を、求めたいと思いますし、また、その紛争地帯でこそ非核地帯を作っていく、まあ、ウクライナでも核を使われるとかっていうことが言われていますけれども、そこでウクライナ側が核をあの自分たちも核武装するって言ったら結局同じことになっていきますよね。そうではなくて、あの核を排除する非核地帯をできるだけ広げていくことで平和な地球を、安定する地球を作っていくっていうことが大事なのではないかと思います、うん。歴史的な背景を話し始めると本当に何時間もかかってしまうのであのすいません、あの申し訳ありません。本の中にあのウクライナのマイダン革命などの背景については書いてあるところもありますので、また読んでみていただければと思います。でまた読んでいただければ来て話します。ごめんなさいね、時間になりましたので、それじゃすいません、申し訳ございませんが、これでまた片付けて出なきゃいけませんので、あの最後のご挨拶にさせていただきます。本当に幅先生ありがとうございました。ここで見てますと、あのご対象のことが書いてありますけれども、あのご挨拶の前にあのお二人ちょっと紹介したいと思います。あの杉並の、区議の木脇さんがいらしてます。今日はどうもありがとうございました。大変勉強になりました。あのやっぱり平和の問題っていうのは地域の本当に私たちの一人一人の取り組みが日常のね取り組みでつながっていくことの顔の見える関係で、一つ一つやっぱり積み上げていくことが大事なんだなっていうことが非常に勉強になりました。ありがとうございました。とやっぱり沖縄に対してもね、あの私辺野古の問題とか赤色の問題とか、はい、あのこういう行動にも参加したりもしていることはあるんですけれど、やはりあの沖縄の重要性っていうのを改めてあの全アジアの視点から学ばせていただいたので、大変あの貴重な、本当にありがとうございました。私もできることをしっかりやっていきたいと思います。クリさんではないんですけれども、候補で、前回の補選で、次点で、こんばんは、増田幸恵と申します。私も先日、山城博司さんに希望を持ってとメッセージを10月21日にいただきました。本当に今どこから来たのって聞かれるのが一番嬉しくて、杉並ですって胸を張って言ってます。で今日の勉強させていただいて、さらに平和のためにもう先頭を切ってみんなとつながっていきたいなと思ってます。本当に希望を持ってます。よろしくお願いします。それからもう一人、新社会党の渡辺さんがいらしていらっしゃいます。松の木に住んでおります渡辺由紀子と申します。先生どうも今日はありがとうございました。私ちょっと今日仕事の都合で遅れてきましたので、後ほど皆さんからあのお話をあの改めて伺いたいと思っております。あの何としてもですね、何としても
戦争は反対する、それから私たちの沖縄、沖縄は絶対に戦場にはさせないということを常に常に心に誓っておりますので、どうぞよろしくお願いします。いただきましたけれども、杉並は連水金運動の昔から名もない市民が少数で始めた運動っていうのが世界のうねりになっています。今ここに集まっている人数は少ないんですけれども、同じ志の人間はいっぱいいます。杉並にぜひ今のお若い方たち、富士さんをはじめ、これから頑張ってくださる方たちをはじめ、私たちのような高齢の人間も含めて一丸となって、これから頑張っていかなければいけないと思います。本当に先生のお話を伺って怖いことはいっぱいあるんですけれども、希望もあるなという、21世紀はアジアの時代、東アジアの時代、沖縄をはじめ私たち の, それぞれの地域 の, 市民が頑張っていくっていうことが大きな世界の希望になるんだという、そういう思いで胸を熱くしながら聞かせていただきました。本当に今危機だと思うんです。戦後で今一番大変な時ですね。杉並で吉田晴美さん衆院選、それから岸本さんの区長選、いろいろ成果がありましたけれども、本当にこれからのこの戦争反対、人を殺さない、私たちも死なない、誰も死なない、そういう戦いっていうのは本丸の戦いだというふうに思います。でそれを一日一日をこれから正念場だという思いでやっていかなければいけないなというふうに思います。先生のお話を伺った今日から私たちさらに思いを新たにして頑張っていきたいと思いますので、本当に羽生先生ありがとうございました。